はいどうもこんにちは、アワターズです。アワターズラジオ始めていきます。今日はなんと初のアワターズラジオゲストが来ています。それではゲスト、たーちゃん。どうもたーちゃんです。はい、おめでとうございます。なんでおめでとう初ゲストおめでとうということで。あ、初ゲスト。そうなんですよ。ああ、今までじゃあゲスト来たことないんや。そう、一人でずっと一人語りしとって、監督のこととか、まあ教師としての子供たちのこと話したりしとってんけど、まあ今回初ゲストということで。俺はじゃあ俺が今日子供たちのことを喋ればいい。いや、なんでやねん。いや、俺が喋るからそれは。そうなん、ターちゃんと別に子供のこと喋らんねん。じゃあ一旦ここでターちゃん何者なのかという。俺が一体何者なのか。はい、は俺が喋ります。で、ターちゃんがちょっと自己紹介して、タコ紹介からの自己紹介から。はいはい、OK ですか。さ、タコスとかいや、俺タコスっていうのはもう今誰も知らんから。ボーちゃんが動画上でな、俺のことタコスって言うけど、あれ伝わったのか知らんで。はい、タアちゃんは、僕とは幼稚園、出会い、そして小学校、中学校、高校、大学と、もうほにゃらら学校とつくものから、縁から、全てのものをね、一緒の場所に通うというのは、僕の後でずっとついてきた、カミカミやね。ずっとついてきた男ですが。いや、ついていったわけじゃないけど。あ、違う。あ、一緒にね。たまたま偶然ね。たまたま偶然な。偶然、進路が一緒やったと。そう。だからほんま、幼少中高だ全部一緒もな。そうやな。そうやね。まあ、ずっとめちゃくちゃ仲良かったわけではないけど、まあ、程よく。ね、もちろん嫉妬しお互いのことは、まあ、結構俺らがハリマチョの人たちの王道ルート行ってきたっていう。そうやな、ハリマチョのやつ大体そこおる。みんなが行くところをずっとこう点々としてきたっていうところもあるけど、だからまあまあ近くにいた一人として、で、今こうやってまだね、最近はなかなか会うことも減ったけど、今日久々に会って、よし、たーちゃんゲスト出てくれと言って、今日ゲストに来てもらってます。急遽ね。はい、急遽撮って、もう撮ろうかって言ってからもう10分ぐらいしか経ってない、ね、そうや、経ってない経ってない。たーちゃんちょっと、はい、今何している人とかちょっと紹介できる部分は、まあ、今は播磨町を離れて、はい、ちょっと遠くの地に地にな、うん、まあ普通に平日は、社会の歯車として働いて社畜な、はい、社畜な。で、土日にそのストレスを発散して、また月曜日からストレスを溜める生活をすると。ほんまのただの社会人。ただの社会人。あ、一般的なサラリーマンと言われる部類ですか。そうね、うん、そうね。まあ全員サラリーマン。サラリーマン、サラリーマン、会社に働く。普通の会社員です。会社員。でもいいよな、サラリーマンってさ、なんとかマンってつくとかっこいい、やっぱり。ウルトラマンとかさ、アンパンマンとか、なんとかマンとか今ついてきたよ。俺普段から多いサラリーマンって言われたわけちゃう。でもサラリーマンもだから、そのアンパンマンとかの部類ではあるやろ。ないよ。ないんか。ないよ。スーパーマン。ないよ。アイアンマン。はあ、サラリーマン。映画なるかそれで。いや、ならんでしょ。でも歌になるやん。戦えサラリーマンの決め詞歌なってん。たまたまでしょ。あ、そうな。アンパンマンのもらってるわ。確かに。まあ、まあそんな普通の社会人やけど、うん、まあ僕の幼馴染ということで、はい、今回呼んで出てきてくれました。はい。久しぶりやね。たーちゃんに今回こう話してほしいのは、うん、僕が大人になってからのことしかやっぱラジオ聞いてる人知らんし、うんうん、ハンドボールの監督としての俺とか、うんうん、教師としての俺を知ってるやん、みんなは。うんうんうん、でもたーちゃんは教師になる前の、うん、まあ幼稚園の時のこととか、で、小学校、まあ中学校とか高校の、うんうん、あ、高校の時のね、俺のなんかもどうしようもないやつの時も知ってるはずなので、うん、まあちょっとその辺をチラチラ語ってもらえたら。あ、ちなみに幼稚園の時の記憶ある？いや、もう俺全く覚えてない。おい、もう全く覚えてない。覚えとけって。正直幼稚園の記憶は、うん、もう本当になくって、友達の記憶も一人ぐらいしかない。え、あ、そもそも俺のとかじゃなくて、もうない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 。まあ陰キャやったもんな。何ちゅうこと言うの。何ちゅうこと陰キャやったからな、たーちゃん。何ちゅうこと言うの。え、そうなん。え、何組やったとかない。いや、かろうじて富士組っていうのだけは、ね、一番ダサいやつ。ダサいってな。スミレ組。ダサいってな。青色のな、スミレ組あれは。ユリ組、黄緑というか緑の、うん。富士組はもう何色だ。あれは。富士組は紫やん。ダサ。それだけしか覚えてない。薄い紫やん。薄紫やった。選択して余計薄なった。そう。ダサ。ダサいな、富士組。そんぐらいしか覚えてないから。あ、そうなん。うん。正直だから、もう幼稚園から一緒っていうのはもう言わんとこうかなと。言えて。でも、たーちゃん、俺覚えとるで。たーちゃんさ、ほら、どんぐり頭みたいな、うん、坊主の、スポーツ狩りみたいな髪型しとったやん。いや、もうみんなそうやん。あの年はみんなそうやん。いやいや、もう襟足長いやつおったから、多分。ヤンキーの息子とかそうやったから。まあ、大体ね、スポーツ狩りやったよね、みんな。
でもターちゃんはなんかやっぱ小学校とか幼稚園ぐらいは、うんうん、やっぱスポーツ狩りのイメージあるで、めっちゃ短くて前髪だけちょっとある。覚えてないなほんまに。そうね、でも本当に幼稚園小学校の時はあんまり覚えてない。へー、あ、自分の小学校の記憶はあるけど、あ、俺とのさ小学校の時あんま関わってない。これ聞いてる人はお前のことなんて呼んの？俺のことは先生って呼んだよ。先生って呼んだよ。じゃ先生って俺も呼んだ方がいい。いや別に先生、はいはい、先生、はい、別に普通でね。先生だからそうやな、小学校の時あんま変わらんでないもん、ね、多分先生のことはあんまり。いや小学校の時の先生の話したらなんか先生と俺の先生でややこしくなるから。俺は先生じゃないか。いや中学校の時で、はい、ちょろっとでもあんまクラス被ったことない。ないね。それターちゃん多分同じクラスになったことがほぼないね。なんなら階が違うかったりもしたから。あ、そうやな、3年の時俺3階で2階やから。そうそうそう、あんまないな、思い出ないよ。いやそうやね、ないねんけどけどなんかあわちゃん1年間ずっと冬も半袖で来とるらしいでみたいなの聞いたことある。はいはいはい、中3の時だ。そうやったんかな。そうや、あったあった、なんかそんなんを聞いたことあって。そうやな、あわたはずっとカッターシャツや半袖カッターシャツで1年間過ごしたとやったんかな。うん、あでも俺はそれを見たことはない。いやあるって絶対あるから。だって俺だって2階のほら図工室みたいなとこ行ったりしとったよ。美術室か、あんま覚えてないな。たちゃん5組やろ。うん、ナスやろ、ナス先生やろ、6組か、小松か、小松、エンジェル小松やろ、エンジェル小松です。だからとうとう分からんからエンジェル小松知らんからみんな。だからそうか、でもターちゃんと同じクラスになった記憶ないわ。うん、そうやな、今日ゲストで来てもらってターちゃんに俺のことをちっちゃい時の思春期とか青春時代の俺のことを喋ってもらおうと思ったけど、うん、同じクラスになったことないやん。ないねんな。だから多分な、小学校の時はチラッチラ遊んだことあったと思う。いやあるある、だって刺激のこととかも知っとうし。なんで俺の親父のみゆきのこともやっぱ嫉妬し、俺のおかんや。地域もみゆきも嫉妬。俺は親父ともおかんやめてくれ。だからあのホームセンターってどこで働いてたっけ、みゆき。ザープロ、ザープロ、ザープロ、ハリマッチョのとザープロで働いとったよ。そりゃおかんもザープロで働くよ。外のあのお花売っとうとかおったもん、あのちっちゃい小屋の中おった。いいね、おかんは好きやねん、その花とかそういうのが。ザープロの外の好きやねん、な中涼しいのに外のちっちゃい小屋の中おったって。それはあろう、別に好きで外おったわけちゃう。外の担当やから外おった、おったよ。でもだってそれぐらいでもターちゃんのお母さんさ、うん、俺会ったら挨拶するし、俺のことも知っとうから、なんでやろな。だから幼稚園の時から認識は絶対あったよ、うん、ずっと。そうな、ターちゃんのことも知っとった、俺のことも知っとったもんな、うん、だから知っとったし、先生の、うん、先生のおかんとな、俺、うん、何やったっけな、フェイスブックなんか友達やったもんな。俺よりも俺のおかんの方が良かったもんな。そうやな、だからなんやろな、この変なテレコ、このテレコは何なの。そうやな、俺は刺激とみゆきと仲いいし。いや刺激とは仲良くないやろ。喋ったことない。刺激とは、俺も刺激と仲良くないねんから。刺激はもう仲良いやつおらへん。このようにでも刺激はええやつやから、あんま悪く言わんといて。技術あるしな、刺激はいいやつ、刺激技術あるしな、いいやつやから。だからまあ、うん、めっちゃ関わりがグッて深くなったのはやっぱ高校生やな、うん、そう、多分なんか本当にちょっと戻すけど、うん、小学校の時にチラッチラ遊んだことあって、あったあった、うん、中学でちょっと抜けたやん。だから部活が違うから、そもそも部活もさ、うん、俺は運動場やって、うん、グラウンドやって、うんうん、でもあの先生はちょっと校舎裏のテニスコートやってたやんか。なんか裏のな、そう、もう端っこだから会うことがなかった。確かに確かに。だから中学の時ちょっと抜けとって、うん、高校で結構がっつり会うようになった時に、そうや、あれなんかあわちゃんってこんな感じやったんやって思う。どんな感じやって、どういうこと。なんかちょっと半袖で来るっていうのは聞いとったから、ああ半袖で来る、そういう感じに進化していったんだって思う。 あ面白いキャラというか、うん、ね、あまあそうか、高校からちょっとさあな、高2か、高2ぐらいからこう結構遊ぶようになって、そうな、高2高3が一緒のクラスやったね、うん、そうね、そう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 、でそこでグッて仲良くなって、クラスでグッて、そうやな、仲良くなったし、いろいろ遊んだし、うん、本当に迷惑もかけられた。いや、まあ、言ったあかんことも言ったあかんで、本当にね、言える範囲でって言える範囲で言うと、俺のことを紹介して、高校の時の俺なんかね、先生のおかげで、はい、俺は高校生活で、はい、なんかっていうキャラにさせられた。いや違う違う、させられた、好きやったからよ。いや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 、確かに父ちゃんキャラやったな。いやさ、ずきキャラほんまや、キャラにさせられた。なんでなの、なんでなの。いや多分なんかな、どっかのどっかの授業の1時間、たったの1時間でそれを確立させられた。山口先生か、山口先生やったかな、あの、うん、日本史の
私の父はっていう人な。違ったかな。うん。あの私の父はの人な。ちょっと発音がね。私お父さんはって言ったつもりやったんやけど。ずっと私の父はっていう話をする。イモシのクラス中クスクス笑う。そうそうそう。ああったの。好きやったな。あと辻先生とか好きやったもんな。やったじゃない。辻先生とか好きやったよ。だって。年上は好きやったけど、そう。やったんじゃないよ。うわ、それね、なんかこうそういうキャラにさせられて、はい、そっからもう現在まで、現在までもうなんかそれを引きずるようななんか感じになって、いろんな人にいじられ、確かにいじられて、でもさな、確かそれもある。でもまあ面白いことも、一緒にいらんこともしたよ。したね。多分な、やっぱね、一番覚えてるのはもう多分今言ったら本当怒られるんやろうけど、いろんな人に、ああさな、確かにいろんな人に9時代な、水鉄砲かけたし、水をかけて豆投げたし、バター豆みたいな食べたする豆かけたりかけて、あなたはさ、うん、俺たちの友達のパーカー、ああさやな。でもあいつと、でもやたーちゃんは、うん、ほら夜中に、はい、その俺らノリでさ、うん、誰か車出して、それ大学の時やけど、車出して遊び行きます、はいはい、で家送っても、最後遊び終わったら送ってもらえん、はいはい、でも降りひんっていうくだりあれ、あの家まで着いたけど、あ、ね、自衛と降りないというくだりあれや、うん、でそいつがさ、最後、うん、俺とターちゃんとホクソンというやつを乗したまま自分の家帰ったやん、はいはいはい、あったな、で夜中2時ぐらいあったな、で家帰って、そいつ俺ら車残して帰ったやん、うん、家に、はいはい、でお風呂入って、はい、俺らもう出てこんから、そいつの家の前の車で、どうするって、もう帰るかって出て帰ったら、なんかほらタオル1枚巻いて追いかけてきて、バスタオル1枚巻いて、ね、お風呂上がりのそう、その時あいつナチュラルリーダーって書いた服着とったナチュラルリーダーのあのスヌーピーの服、その時もね、スリッパ投げた地面にバーンやめたるやーみたいな、でもこう、もうお風呂上がりやからさ、多分こうシャンプーとか、あ、そうそうそう、ヌメヌメとかこうね、長さんまま来たんだよね、うん、髪の毛こう掴んだらもうヌルヌルしてこう、そう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 、掴めんかったっていう、あのいい思い出やな、そうな、まあ